はい、ホッキョクグマ。これはですね、上野動物園のホッキョクグマになります。で、まあ皆さんももちろんご存知の通り、ホッキョクグマは北極。まあ北極以外にも実は北アメリカの北部とか、ユーラシア大陸の北部とかですね、そういうところにも住んでいるような生き物になってます。で、北極グマっていうのはですね、やっぱり北極に生きている生き物なので、寒いところに特化したような体を持ってるんですね。まあもちろんこの全身に生えている毛っていうのは高い保温性を持っていたりとか、この体っていうのも実は分厚い脂肪で覆われていたりとかですね、そういうところは寒いところへの適応だったりするんですね。で、実は結構海の中も泳いだりとかできるんで、この長い首だったりとか、あとは体に比べて結構頭が小さいとか耳が小さいっていうのも特徴なんですよね。これはまあ流線形の体で何時間も泳ぐことができるっていうところで適応している体だったりするんですね。で、やっぱり白クマといえばですね、この白い毛なんですけど、実はこれ大変面白い構造になってます。で、他の哺乳類とかも結構毛が白かったりはするんですけど、光を通さないっていうのがまあ普通なんですけど、ホッキョクグマの体毛っていうのはですね、実は光を透過する、通過するんですね、光が。で、その毛の中っていうのが空洞になってるんですよ。なのでその空洞の部分のおかげで光が反射してですね、白く見えているっていう感じなんで、実は毛自体は透明なんですよ。で、まあ透明な毛ってなんで透明なのっていうところなんですけど、透明なことによって太陽の光がですね、そのまま奥の皮膚に届いて熱をもたらすっていうところで、この熱がですね、分厚い脂肪と空洞のね、体毛の中にある空気とかで蓄積されてですね、熱っていうのを体の中に蓄えるっていう、実はですね、この白い毛っていうのはもう保温のためにめちゃくちゃ特化してるような面白い毛になってたんですよ。で、結構動物園とかだとね、やっぱり汚れとかがこの透明な毛の中が空洞になってるんで、そこの中にね、汚れとかが入っちゃったりして体が結構黄色ずんでたりとか、で、そういうのをなんか俗に緑グマとか言ったりするらしいですね。面白いですよね。で、実はホッキョクグマはですね、ヒグマっていうめちゃくちゃでかいクマいるじゃないですか。分類的にもヒグマに極めて近いっていうところは分かっていて、どんだけ近いかというと、ホッキョクグマとヒグマはですね、実は交配することができて、ホッキョクグマとヒグマのこうハイブリッドみたいな個体っていうのが実は野生下でもいたりとかするんですよ。そのぐらいですね、ホッキョクグマとヒグマっていうのは分類学的にはめちゃくちゃ近かったりします。で、ホッキョクグマはなんか結構こう愛らしくてね、白くて可愛らしい見た目してるんですけど、まあ、クマたちの中では結構動物食っていうかね、結構野生感のあるそういうのが強くて、アザラシを主食にしている動物だったりするんですね。結構シロクマはやっぱりこの大きな足と結構牙がですね鋭いんですよ。これでまあね、あの海の上をね、流れている氷の上に乗ってですね、こう移動しながら見つけると上からガシャンと襲ったりとか、まあ穴の中からね出てきたアザラシっていうのをこの大きな腕でねバシッと捕まえて食べたりとかね、結構こう学習能力も高いっていうことも分かっていたりするんで、どうするとね捕食できるかとか、いろんなことを学びながら狩りっていうのをやってるみたいですね。で、結構嗅覚もね鋭かったりとかするんで、あそこの穴は結構アザラシがその呼吸用にねよく浮上してくるぞとかっていうところをね見てね、忍び寄ってガシャンと食べたりとか、結構ホッキョクグマね、よく見ると結構俊敏ですよね、動きとかも。狩りがね実は上手だったりするんですよね、ホッキョクグマ。こんな大
大変面白いホッキョクグマなんですけど、実はですね、何も保護とかしなければ2100年には絶滅してしまうみたいなこともね、ちょうど今年7月ぐらいのニュースに出てましたけど、これなんで絶滅するっていう可能性があるって言われてるかというと、北極で基本的に生活してるので、基本的に氷の上をやっぱり歩いてるわけですよ。で、温暖化でね、氷が溶けていくとどんどんね、活動できる範囲っていうのが狭まっていくので、まずね、生息地が追われてしまうと。で、それでかつよくアザラシとかをね、氷の上からね、パーンと飛び込んで捕食したりするんですけど、そもそもその氷がなくなっちゃうと、そのね、アザラシを捕獲するための手段っていうのがね、やっぱりなくなっちゃうんで、それでまあ飢餓っていうかね、餌が食べられなくなって絶滅しちゃうなんてことも言われてるんですね。いやー、ホッキョクグマすごかったっすね。あの年々感とね、うなり声聞きました？ううってねちょっと似てなかったかな。今ね、ちょっと散歩とかね、やっぱいろいろ出て歩いてるんですけど、もう金木犀の香りがね、ちょっとしなくなりましたね。うん。いや、どんだけね、前回から金木犀の話するんやっていうことなんですけど、ちょっとね、最近、登録者さん、皆さん気づいてます？ 2000 人もうすぐ、行きますね。いや、本当に僕びっくりで、最初、1月に始めてゴールデンウィークぐらいまで僕登録者70人とかくらいだったんですよ。そこからね、5月に100人を超えて、そこから10月でまさか2000人。本当にね、もう皆さんありがとうございます。で、ちょっとね、2000人記念のね、ライブちょっとね、頑張ろうと思ってて、今ね、ちょっといろいろと楽しい計画を進めてますので、ぜひね、ちょっと2000人のね、記念、ハードルは上げずにね、皆さん楽しく待っていてもらえればと思います。ではね、今週ね、金曜日はですね、いや、ちょっと土曜って言っときますね見えないね、見えない、そういう生き物をね、紹介したいと思ってますんで、ちょっとこれで何言ってんだ感がありますけど、またお会いしましょう。バイバイ。